いつも動画ご覧いただきありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、今日もガレージでゴソゴソやってたんですけど、今ガレージの温度が32度超え、真夏日ということで、ちょっと暑くなってきたので、ちょっと涼みにバイク、ゼファー乗って走っていきたいと思います。それでとりあえず今日はね、あの道の駅阿波久保から、室戸阿南海岸国定公園の北の脇海水浴場、その区間を走っていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。行ってきます。
はい、北の脇、ここが北の脇海水浴場です。北の脇海水浴場までやってきました。ちょっと癒されてから帰ります。はい、動画最後までご視聴いただきありがとうございます。無事帰ってきました。こんな感じで、今日はね、まあ、道の駅途中ガソリン入れて、ガソリンがないっていうのに気がついてガソリン入れて、それで道の駅から北の脇まで、走って行ってきました。北の脇は室戸阿南海底国定、海岸国定公園で、夏にはいっぱい海水浴の人が来る場所です。こんな感じで今日も動画本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。このような動画ですけど、また明日よろしければご覧ください。そんな感じで、チャンネル登録していただければめちゃくちゃ嬉しいです。それでまたいいね高評価大好きなのでよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日どうもありがとうございました。ゼファー7サウンドでした。さようなら。おっす。